ここは町田市版画美術館です。明日明後日と悠々祭りが行われますが、そのアトラクションでファッションショーが行われます。そのリハーサルです。ファッションショーは町田デザイン学校の皆さん方です。ファッションこのファッションショーのやってくれている皆さん方はファッションデザインコースの学生さんの皆さん方です。学生さんが制作をしたものをまとってそれぞれ出演をしています。自分で作ったもので出ている学生さんもあれば、他のスタッフの皆さんが作ったもので登場している皆さんもあります。それぞれこの作品を今まとって、この夕闇の中ですがリハーサルを行っています。このファッションショーの歩きは大変難しくて、大勢の人たちが見ている中でやると非常に難しいだろうと思います。私も今年の春にこのミラクルエイジファッションショーというのに出たことがありますが、相当の練習を重ねて出ましたが、この非常に緊張するものです。歩きの感じは皆さん方掴んでもらえると思います。ファッションデザインコースの皆さんが今モデルさんでずっと歩いてきてます。ずっと先生が指導をされてます。非常にこの歩くというのは非常に皆さんのため難しいだろうと思います。全部で20人以上だろうと思います。それぞれこの学生さんがこのファッションショーのドレスをまとって歩いてきております。通常のこの会場でありますファッションショーのイメージとは違いまして、この外で行われていますので、目標になるものはなかなかないんじゃないかなと思います。今ポーズを決めるところです。あ、上田先生ね、はい、なんだっけ、六号館の前で、はい、金沢さんが待っている、はい、なんか待っててって言って降りて、下落ちたら先生がいなくなっちゃった。あ、マジですか。遅れましたので、山本です。今、上田先生来ますので。ごめんなさい。ちょっと、しっかりして戻っちゃったわ。今からも迎えに行った方がいいかな。わかりました。じゃあ、どこで持ってみようかな。じゃあね。
もうあと数名になりました。いや、いいや、3号館の前あたりに出ますけど、3か6か6か、はい、わかりました。じゃあ迎えに行きます。あ、皆さん、ウェディングドレスを着た皆さんが大半です。リハーサルですので、なかなかこの歩きのラインが難しいと思います。最後はこのイブニングドレスを着た2人のモデルさんが登場しました。真っ黒の服を着てますので、なかなかこの中では判別しにくいと思います。この夕闇の中ですので判別しにくいですが、この背が高い2人のモデルさんがイブニング姿で登場しました。最後でポーズを決めてくれます。ポーズってなっちゃんポーズね。もう私は最高に見ていいよっていうスタイルで顔して、みんなが声をしてくれる人が